車好きのパラダイス、ザ・モーター・ウィークリー、藤本恵美里です。今日も30分間車話をお送りしていきます。皆さん最後までお付き合いくださいね。さあ、そしてマニアック自動車ウェブオートプルーブ編集長の高橋明さん参加していただきます。高橋さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先週かな、高橋さんちょっとお休みされてましたけど、ちょうどですね、年末ジャンボの話をしました。はい、毎年恒例となっています。年末ジャンボが当たったら皆さん何を買いますかっていうやつね、どんな車を買いますかっていう、で今年もやろうと思ってまして、ぜひ皆さんがね、皆さんからの意見も教えていただきたいななんて思ってるんですけど、高橋さんだったらどうかなと、ね、いきなり何を買いますか。1等7億円、7億円、前後賞合わせて10億円です。10億円、はい、ね、何買うか、何買うか。いやー、車買わないでね、翌年宝くじか。ちょっとやめて、そう言うと思ったんですけど、それすごくよくわかるんですよ、現実的に。在宅、そう、在宅でね、わかるんですけど、7億円分買えばさ確実にまた当たるんじゃないの。いや、そうだけど、でもダメ、それはでもテーマができなくなっちゃいますから。何か買うかでね、私も考えてたんですよ、ずっと、私だったらどうしようかなと、で私はもちろんその回の時に、放送の時に言いますけど、ふって思い浮かんだのがチェロキー直さなきゃなって思ってそれ数万円で治るんじゃないの。そうなのだからやっぱりお金を使うっていうことはわからないわけですよね。使い方が難しいよね。使い方がわからないなと思いました、はい。ただ夢を見るということが大事ですので、でまだまだ皆さんからのメッセージをお待ちしてますから、はい、皆さん面白いメッセージ待ってますよろしくお願いします。さあ、そして本日はですね、ゲストに丸茂明子さんをお迎えしてお届けしていきたいと思います。皆さん今日も最後までお付き合いくださいね。The Motor Weekly。 藤本恵美里がお送りしている The Motor Weekly、 本日のゲストをご紹介します。丸茂明子さんです。よろしくお願いします。さあ、丸茂さん、はい、この間はね、ちょっとファミリーカーということで、ミニバンの時に見ていただいたんですけど、今日もですね、ちょっとこう使い勝手みたいなお話をしていきたいなと思うんですよ。でやはりですね、車の使い勝手といえば、ユーティリティということで、どういう風なものが便利だったりするのか、もしくはどういうものが、ファミリーから見てもいらなかったりするのかいらないもの ね逆にね、結構あったりしますよね、そんな話もちょっとしていけたらと、で高橋さん、ユーティリティ興味ない苦手ですよね。苦手な分野かも ねでもドリンクホルダーは買いますよね。いや、あんまり、そっか、当たり目ホルダーないからね。そう、よく覚えてる。渋滞の時にほら当たり目はでも、当たり目をホルダーに入れられてたらずっと匂い充満しそうで嫌ですけどそう、でもね、ドリンクホルダー面白い話、すごい昔の話なんだけど、アウディジャパンのね、商品企画の青木さんという人から聞いた話なんだけど、当時のアウディで、アウディ A4 を日本に入れようとした時に、ドイツ本国から日本側の要求何かっていうのがあって、その時日本からドリンクホルダーをつけてほしいって言ったら笑われたって話を聞いて、何って言ったらね、そのやっぱ日本人はその高速走りながら飲み物飲みながら運転するのかと、いうことに驚かれたの。こっちはなんか当たり前のような感じだけど、やっぱ向こう平均速度が高かったり、車運転しながらなんかセカンドタスクじゃないけど、物飲んだり写真撮ったりとか、そういうことはやっぱしないっていうことなんだよね。運転はちゃんと真面目にハンドル持って前見て走ってるってことなんだよね。そういう話ね、イタリア人からも聞きました。本当、イタリアではじゃあどうすんのって言ったら、もうバールにさっと立ち寄ってキュッて飲み干して、そうまた運転するんだって、運転しながら飲まないって言ってましたよ。車の中で食べるポテトとか美味しいんですけど、ね、美味しいよね、ポテトホルダー必要だけどな、当たり目も美味しいよ当たり目はホルダーにはしないけど、はい、ちょうどですね、メッセージもいただいてて、ラジオネームかじかみ王子さんですね。私は末端冷え症で寒さがまだ本格的じゃないこの時期からステアリングヒーターとシートヒーターオンにしちゃってます。リーフ乗ってんのかな、
ね、何に乗ってるのかな、うん、書いてないんですけど、ね、あのもっと言うとアクセルとかブレーキなどペダル類にもヒーターの機能が欲しいぐらいなんですよっていう裸足で運転してるのかなでもね、本当でもステアリングヒーターシートヒーター、うんうん、これはやっぱり便利ですよね、うん、欲しいね、うちシートヒーターしかないからステアリングヒーターは本当に欲しい、あ、私あの体験したことないんですまだ、うん、ステアリングヒーター、うん、あ、そう、はい、すぐあったかくなるんですよ、うん、あ、そうなんですか、そうだから冬はね、うん、いいと思います、だから夏にもステアリングクーラーも欲しいね、うん、あ、そんな汗かくほらキンキンにあの熱くなっちゃって持てないぐらいになっちゃうじゃないですか、そっか、そういう時ね、冷やしてくれたりとか、いいですよね、うん、あ、ねえ、シートクーラーはね最近ちょっとポチポチ出てきてるから、うん、そうな、タイムクーラー欲しいな、うん、結構この使ってみると必需品っていうのはあって、うん、ね、もう今やね、例えばその充電なんかも車の中でっていうのは、うん、そう、やっぱもう USB ジャックがないとちょっとね不便ですよね、うん、まあ、あとはあの子供ができてからすごく思ったのが、ドリンクの保冷機能っていうのは結構ついてる車多いんですけど、うん、保温機能っていうのがなかなかなくって、これエクストレイルにあるんですけどね、あの冬ねやっぱ飲み物買ってもすぐ冷たくなっちゃって、うん、あの温まんないんで、保温機能がね、うん、もっと欲しいなと思いましたね、そう言われてみるとそうかもね、うん、いいかもしれないですね、そうそう、ね、スタバでほらコーヒー買ってもさすぐ冷めちゃうから、うん、冬はね、あれもっとねずっと暖かく飲めたらいいですよね、いらないものっていうのも逆にね、うん、あるかなと思うんですけど、まあ、個人的な意見としてはい、あのしょぼい折りたたみテーブルはいらないねしょぼいもこれ大丈夫あの出したら折れないみたいな剛性がなくて、そう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 、うん、音がするみたいなそうそうそうドリンクホルダーもね、あの穴が開いてるだけのものって、うんうん、やちょっと不安で使えないんですよね、あ、倒れちゃいそうで、倒れたりとか怒ったりしそうで、うん、うんうん、ちゃんとこう下にね、あの押さえがあるものしか使いたくないなと思いましたね、うん、なんかドリンクホルダーもそう考えると、うん、ただついてればいいわけじゃなくて、そうそうそう、やっぱそこにはその使い勝手みたいなのがね、うん、あのちゃんとこうあるんだろうなと思ったんですけど、うん、私あの使い勝手が良くても少ないのは、うん、パフュームはいらないですね、あれ使い勝手っていうか、まあ、なんかおもてなしなんだろうけど、うん、ちょっとやっぱり欧州の車の香りはちょっと日本人には合わない、ね、合わないですね、いや私日本人だなと、香水の文化の違いだろうね、そうそうそう、ね、あのもてなされてるのかもしれないんですけど逆に酔っちゃうんですよね、ちょっと窓開けていいですかみたいなね、全開全開みたいになっちゃうので、結構これっていつも結晶の濃い人と一緒に乗ってる感じだけど匂いがする、匂いがねあるねあるある、確かに確かに、でも以前はこうよくわからないけど車にこれ積んでたとか、うん、あったじゃないですか、うんうんうん、こうね、なんかぬいぐるみがいっぱいUFO キャッチャーが流行り始めた頃にみんなリアガラスとかにぬいぐるみ置いてたよ ね、ぬいぐるみ置いてたあれ、ね、俺はあの免許18で免許取ってね、うんうん、車買った時に、うん、なぜかティッシュボックスをねリアトレーに置いてたねあれはね流行ったんだよね、そう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 意味ないんだけど、運転してて届かない、届かないしね、でカーブ曲がるとなんかゴロ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 動くしね、なんで積んでたんだあれ、何だったんでしょうね、流行ってましたよね、なんかでもきっとみんな積んでた、そう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 、でなんかあの友達のヤンキー元ヤンの子から聞いたら、そのティッシュボックスにこう手縫いでカバーをね彼氏のために作ってあげるのもちょっとヤンキー界では流行ってなんかアプリケあのフェルトでイニシャルをアプリケしたりとか、そうなんだなんかすごく流行ってたらしい、詳しいですよいやでもあの、まあ、今ね本当軽自動車をはじめとしてどんな車にもなんかティッシュボックスが入る、ティッシュが取り出せるってスムーズに取り出せるっていうのが売りの車ってあると思うんですけど、スズキのねスペーシアの開発の方に聞いたんですけど、そのティッシュボックスって結構日本にもう何種類ってあるんですって、その箱の形から薄さから、だからそれを全部買ってきて、もう会社の机の上がティッシュボックスだらけになっちゃって毎日来る日も来る日もねティッシュを出しながら、あ、これはちょっとダメだとか、その開発にすごいねやっぱあの苦労があったみたいで、あれスペーシアって確か天井かなんかで天井から取れるんですよ、そうだよね、うん、便利ですね、使い方はいいよね、いい、でもその裏にはやっぱ涙ぐましいね開発の苦労があるんだなと思って、そうですよね、うん、確かにそ
本当それをねこう本当にベストな形で、うんうん、あのなんかこう提供してくれるっていうのはすごい苦労があるんですよ ね、 そうそうそうね。あとほらエミリちゃんがお気に入りのあの、うん、ワゴンあるのアンブレラホルダー、はい、あれだってね、はい、もうみんなあれ笑ってたけど CM だってほら、ね、使われてるじゃないですか、アンブレラ、あれは最強ですよ、ね、最強だってもうあのねアンブレラ濡れてるアンブレラ入れて外に水が排出されるって、ね、雨水がね素晴らしいじゃないですかそうそうそう絶対必需品、うんと思ったりしますけど、ね、あれのトヨタのポルテとスペードにもあるんですけど、うん、やっぱね水が排出されるまでにはなってなかったと思うんで、いやすごいですよ、考えましたよ ね、 ね、うん、そういろんなねこう思いがあって開発された、うん、本当に使い勝手の良さなんですけど、そうそうそう、ちょっと後半もですね、うん、あのそんな思いを知ってか知らずかいろんなお話していきたいと思います The Motor Weekly。ザ・モーターウィークリー、今日はですねユーティリティということでお送りしてますけれども、ゲストは丸間明子さんです。はい、お願いします。よろしくお願いします。まあ本当にね、うん、使い勝手、うん、結構あの幅広い今日はちょっとテーマだなっていうふうに思うんですけど、うん、まあ、ここからはこんなのもあるよね、うん、あんなのもあるよねというあの開発の方の苦労もちょっと思い浮かべながらしていきたいなと思ってますが、はい、あのまずはですね丸本さん、ちょっと話が変わっちゃうんですが、はいはい、あのお車をなんか買われたということで、うん、あそうなんですよ、ミニバンをちょっと新しくしたんですけど、はい、今まであの、日産のエルグランドを乗ってたんですが、はい、まあ、事情により、うん、メルセデスベンツの V クラスに買い替えまして、おうおう、うん、まあ、買い替えて半年以上経ったかな、うんうんですね、快適ですか。あれどうしたんですか。使い勝手の面、まあ、ユーティリティの面でいくと、うん、エルグランドが恋しいかな。あやっぱりね、国産ミニバンって素晴らしいんですよ。至れり尽くせりだよね。至れり尽くせりでね、まずねドア開けるときにねキーをいちいち取り出さなきゃいけないっていうところがもうすでにちょっと子供がいると不便で、そっからやっぱりね、今なんだっけセレナとかは足蹴り込むと足でもね、開きますね、自動で開いたりとかね、あるし、それが鍵で開けるとなると ね、もうなんか本当戻っちゃって昔に戻っちゃったなみたいな感じだし、あとシートアレンジがね、まあ、国産のミニバンって素晴らしいじゃないですか、操作性もね、うん、ペタってなるし、うん、取り外し式ですからね外したシートどこに置くねんっていう結構しかも一脚が30キロぐらいあって重いんだよ ね、 あれね、もうびっくり腰になるかと思いましたからねあの1回外して二度と外してません、ね、あれ、うん、トゥーランもそうだもんね。そうだね、脱着式なんだよねなぜか。いやあのちょっとびっくりしたのは、うん、ね、もう V クラスといえば、うん、もう高級な感じじゃないですか、うん、であの私のちょっとね古いチェロキーと比べちゃいけないんですけどなんか似たような経験を丸本さんそうされてるなと思って、まあ、ただ、うん、あのなぜ V クラス選んだかっていうと、はい、あのこのクラスの L クラスミニバンでその、まあ、追従機能、うん、ACC がついてるのが V クラスしかなかったんですね、うんうん、買った時点でね、タイミングがね、タイミングが、うん、そうそうそう、で、まあ、安全性第一です、うん、選んだっていうのはありますし、うん、あとは、うん、私たちって鈴鹿往復とか、うん、仙台往復とかちょっと、うん、日本全国、ね、長距離乗るんでやっぱ長距離、巡業家族だからね、そうなんですよ、やっぱその長距離乗ることを考えるとやっぱ快適性は素晴らしいですね、うん、あやっぱその剛性感とか、うんうん、そういうのはすごいと感じます。そうですね、うん、あの車高的にはあのエルグランドより全然高くなったのに、うん、もう車高が高い車を運転してるっていう気がしないの、うん、やっぱ重心がベタッとこう低くて、うん、コーナリングとかも全然不安がないし、うんうん、そこは良かったかなと思いますね。だやっぱりその考え方がもともとの、うんまあうねうん、違うのもあると思うんですけど、うんうんうん、なんかこうねあのもちろん何を選ぶかっていうのもあると思いますし、うん、こう輸入車は輸入車のこう面白い装備みたいな ね、 ねいいところっていうのもあって、うん、私あのユーティリティでもあこれってなんか輸入車っぽいなって思ったのが、うん、あのミニのですね、うんコンバーチブルに乗った時に、はいはいはい、あのオールウェイズオープンタイマーっていうのがあって、うんうん、そのオープンにしてどのぐらい走ったのかっていう時間を積載してくれるっていう機能があるんですよね。そうそう、自分が買ってから、まあ、乗ってからどれだけの時間オープンにしたのかが分かって、でこうミニ
人の、ね、ユーザーさん同士だった時に、うん、あそんなに走ってるんだとか、うん、そういう会話ができる。でこれをあんまり日本車ではこういう機能って見たことがなくて、そうですね、うん、なんかとってもこう輸入車っぽいなって思ったりしましたね、うん、なるべく屋根を開けて走りましょうってことなのかな、うん、そうそう、うん、なんかそれを楽しみましょうっていう。屋根の開く車乗ってるじゃない、はいはいはい、あれはですね開けたいんですけどね一人が多いのでもう寂しくて忘れてくださいなかなか開けられない日が続いておりますけど一人だと開けられないのなんかね、寂しくかっこいいじゃないね、女性一人で、まあ、開けるとねロールバック結構注目されちゃう、ちょっとやる気だなみたいな、そう、全然関係ないかもしれないですけど、はい、こうライト、うんね、こうピカッとこう照らすライト、うん、あれもだいぶ日本と輸入車違うなっていう感じがしたんですよ。インテリアのライトですか。インテリアのライト、例えば BMW7 シリーズの時に、うん、ウェルカムライトカーペットがついていて、乗り降りする時に足元をこう照らしてくれる、うん、なんか輸入車であったりして、うん、あこれはまたおしゃれだなっていうふうに思いましたけど、でもこう日本車の高級車だったりすると、うん、なんかこうアンビエントライトが何色も選べたりとか、うん、ベルファイアなんかすごいですよ。そうですよね、うん、確かにね、ちょっとムーディーな、ね、うん、感じでクラブ行ったみたいな。そうね、いやなんでそんな表現、クラブ行ったみたいなお姉さん出てくる感じじゃないのそっちか、まあ、なんかね、うん、なんちゃらホテルかなみたいな。あでもシートもすごかったですから ね、 エグゼクティブ、そう、ね、アルファードでしたっけ、うん、もうオットマン、電動オットマン、電源もついてるし ね、 ね、うん、ああいうのはやっぱ日本的だなと思って。そう、やっぱり、ね、日本の車って、うん、そのまあ、収納だったらその入れるものとかすごい想定して、ね、でシートだったら使う人が何を求めてるかってすごい想定して作り込んであるなっていうのはね、うん、めっちゃ感じますね。感動したのが、ステップワゴンのワクワクゲートを開けて後ろからもまあ乗り降りできるじゃないですか、うん、そうすると折りたたみ の、 その、ね、乗るところにマットレスがついて、そうそうそう、汚れないように、ね、汚れないように車が、これは本当細かいところまでと思ってもうなんてもうこんな細かい気配りなのって泣きそうになりましたもんすごいなと思っておもてなしって感じだった。いや、おもてなしでしたね。お母さん嬉しいだろうなって思っちゃった、あとはその今スイッチ一つで、ね、窓が開け閉めできるって当たり前なんですけど、うん、トヨタのハリアーとかは全席ワンタッチで開け閉めなんですよ、うん、押し続けてる必要がないっていうのが、ね、うん、いいなと思いましたね、うん、すごい便利ですね。確かに それだけなのにあれコスト違うのかね。どうなんでしょう ね、 もう本当にねみんなにつけてもいいと思うんだけど、なんか微妙に運転席だけっての多いよね、うん、確かに多い多い。さすが高橋さんはコストの面が気になるちょっと立場がね、はい、立場が、ね、がこう一歩こうメーカーに近いっていうか、そうですね、うんうん、番組プロデューサーでもありますから、やっぱ、ね、いろんなことをこういろんな面から考えて、はい、まあね、オチにもなったところで本日のゲスト丸間明子さんでした。ありがとうございました。The Motor Weeklyお送りしてきましたザ・モーターウィークリー、いかがでしたでしょうか。いやー、なんかユーティリティ、うん、面白かったです。面白かった結構いろんな話が出たなと思ったりしましたけど、うん、それぞれ皆さんの考え方もそれぞれ違うから、うん、惹かれるところも違ったりしますしね。皆さんはね、いかがでしょうか。もう12月っていうとね、もう慌ただしくなりますから、そういう時にこそ車に乗っていてこういうのあったら便利なんだけどなっていうの、うん、あったらぜひ教えてください。メールアドレスは tm@fmyokohama.jp、 ザモーターの頭文字 tm に続いて @fmyokohama.jp でお待ちしてます。採用された方には番組オリジナルステッカープレゼントします。たくさんのメッセージお待ちしてますね。ザモーターウィークリー、お相手は藤本恵美里とマニアック自動車ウェブオートプルーブ編集長高橋明さんでした。また来週。